か母校か。はい。これがあれよね。これがさっき、あの、岩田さん言ってたやつですね。これね、時矢公園で見たことある。マジっすか。うん。じいちゃんの鼻の穴に宇宙があって、これ鼻の穴覗いてん。え？こっちです。うん、覗いてん。見える？見える。何がある？なんかすごいですね、星みたいな。見せて見せて。なんやろか、向こうに穴が開いてるだけですから。あー、宇宙だよ。わ、穴開いてるだけっちゃだけなんやけど。宇宙っぽいですね。うん。時矢公園にあったらそのまま持ってきたな。今あれだ、もう廃校？残念やな。はい、すごい昔花壇綺麗だな。今もうやるよ、なんのかな。あれもやめとるんや。どれ？高校があったんですよ。ああ、そうなの。だけど看板がないけどやめてますよ。高校まであれか。はい、廃校か。なくなってますね。あったん？ここ、あった。僕なんか車の映画撮りたくて、授業中にもかかわらず信号機止めに行きましたから。お邪魔してる。すげえ怒られた。たまじゃくしますもん。撮ってみるか。結構高いっちゃったんですよ。ああ、そうかそうかそうか。そうね。うわあ、なんもなくなっとるやん。ここ放送室。これ？はい。私放送室があって、ここから放送。ここなんかあの工具場。ここ？なんか作業技術の授業。これが一ケースけど。もうあれがなくなってます。前ここにあったのがあの、ウサギと、チャボと、インコが、もういたんです。へー。飼育してましたよ。もう跡形もないやん。跡形もない。こんな干からびる。うわ、ほんと何にもない。何もないです。昔、放送中とかじゃん。あれ光る。あ、ほんまや。なんかすごいね。なんか恥ずかしすぎる。もう16年ぐらい。うん。飯食ってますね。飯食ってます。あ、そうなんや。はい。ここで飯食ってるの？食ってた。まあそういう時もありますね。大体は教室ですけど、衛生的な問題も考えてここで飯食う言ったらやばいですから、ね。懐かしすぎるわ。すごい平和なんですよね。こんな感じだったら。絶対都会とかだからガラス1個や2つ割れてますけど、キベ絶対割れないです。ああの空き巣も、まあまあそうよね、空き巣も入らないです、うん、まあでもアルソックとかだったっけ、はい、それもあるんじゃないか。多分アルソックかかってないですね、これか。もう果てるだけか。はい、お金もったいないですもん。まあね、これ図書室です、昔。今はもうここ、はい、
機械があるだけじゃないですか。うまいね、はい、で、家庭科室がそこですね。ええ、なんか校舎がね、やっぱり、はい、小さい席か隣が近いね。ですね。いや、子供の頃はなんか広かったですけどね。あ、やっぱそうです。そのままね。こっちなんの？これ理科室。理科室か。ちょっとこれなんか、そのなんかさっき井上さんが言ってた、あの、アートで、うん、なんかやってます。やってる？いや、今やってないですけど。これ、多かったですよね、これ。お家で体育館かな？体育館です。ああ。あ、6年とか4年とか。あら。あれ何？学校の。あ、小学校やってるの？今、はい。普通に授業。ここは何なん？はい。ここは元校舎です。ああ。中学校がそこやった。旧校舎か。はい。なるほどね。旧職室。で、今何人来るのあっち、はい、あ、何人来るってことだな。だっけ20人ぐらいおるって。20人ぐらいおるんだ。で、今日平日だけあれじゃない、はい、で、俺らが終わって、あの人は誰ってのね。まあまあおー、見て、あ、気候も気候だ。すげえ、こんなんあった。ここは来たことある。ここで野球してましたもん、僕。もうテニスやったんですよ。ええ。なんかサッカー場になったから。なるほど。こんにちはーって。見てて。嘘嘘。誰？知らない人が来たよーって。さすがに決めの人3、4人ぐらいだったら僕行けますけど、僕一人ちょっと弱すぎますよ。懐かしの先生はいるかな？多分ないですね。もういろいろ変わってます。じゃあさ、あっちのさ、子供たちがこっちに来ることある？はい、こっちに来ること、あ、ありますよ。あ、そうなの？体育館使います。ああ、そういうことか。体育館めっちゃ立派なんですよ。マジで？見てください、中。中見れるか？そっから。あかんやろ。あ、そうなの。いや、ここは今昼はええやろ。はい、昼はええやろ。昼もなりますよ。なるの。うわ、こわさあさあ、何やってんだよ。あるぞ、来るよ、あるぞ、はい、何やってんの、あんたらつって。いや、ちょっと元は木部出身なんで。そうやんじゃん。あ、で、ここに帰ってくるわけだ。そうなんですよ、ここ一周しました。やっぱり1キロ歩いたわ。よしよし、歩いたね。歩きました。結構カロリー消費したで。疲れた。